政治に参加すると書いて参政党、参政党の佐藤が今から25年前社会人になった頃、まだレギュラーガソリン90円台でした。それが今ではどうですか。もう160円超えています。ガソリンスタンドでガソリン満タンにした時に、あまりの金額の高さに驚きた。こんなこと最近ないでしょうか。他にも毎月毎月ポストに入ってくる電気代の請求書を見て、金額の高さに本気で節電をしないといけないな、こんな風に考えることないですか。スーパーに行けば食料品が値上がり、1リットル入っていた牛乳がいつの間にやら900ミリリットルになり、薬局に行けばシャンプーも洗剤もトイレットペーパーもティッシュも紙おむつも値上がり、いろんなものが値上がって最近我慢すること増えてないでしょうか。おしゃれや好きな化粧品を我慢、旅行を我慢、友達とのランチ会を我慢、同僚との飲み会を我慢、毎日の晩酌のビールを発泡酒で我慢、こんなこと増えてないでしょうか。老後の備えのための貯金が思ったようにできない、将来の子供のための教育費のための貯金が目標の金額になかなか届かない、こんなこと増えてないでしょうか。上がっているのは日用品や光熱費やガソリン代だけじゃないんです。今池をご通行中のあなた、いつかは夢のマイホーム、一戸建てを建てたい、こんな風にお考えの方いらっしゃらないでしょうか。賃貸住宅のお住まいで家賃がもったいない、今の家の築年数が古くて地震が来たら怖い、間取りが使いづらい、小さい子供がいるから庭で土いじりをさせてあげたい、家の中でのびのび飛び跳ねさせたい、小学校に上がる前には土地を買いたい、子供に転校をさせたくないから同じ学区の中で土地を買いたい、子供に落ち着いて勉強をさせてあげたいから個室を与えたい、親子で住めるような二世帯住宅を建てたい、いろんな理由でいつかは夢のマイホーム、一戸建てを欲しい、こんな風にお考えの方いらっしゃると思うんです。政治に参加すると書いて参政党、参政党佐藤健太郎、実は子供の頃に部屋が2つしかない家に住んでいました。母親と兄弟3人4人で6畳間に布団も並べて寝るような家です。友達の家に遊びに行って惨めな気持ちになることもよくありました。そして新聞広告に入ってくる建て売り住宅の間取りを見て、いつかはこんな間取りの家に住みたいな、庭がついている新築の一戸建てに住みたいな、そんなことを妄想して楽しむ、そんなような子供でした。そして参政党佐藤健太郎、今から25年前に大学を卒業して旭化成のヘーベルハウスに入社をしたんです。当時お客様に伝えていた建物の一坪あたりの単価は55万円でした。何人もの年収400万円前後の若い方が少し郊外に土地を買ってヘーベルハウスを建ててくださいました。それから25年経って、今年の4月、去年の4月に
第一子を参政党佐藤を授かり、下の階を気にせず家の中で飛び跳ねさせたい、そんな思いでヘーベルハウスに話を聞きに行くと、25年経った今、55万円だった建物一坪あたりの単価がなんと100万円を超えていたんです。この30年間私たち日本人の給料は全然上がっていないにもかかわらず、建物の金額が約2倍になっているんです。しかも今池をご通行中のあなた、30年前の消費税率ご記憶でございますか？まだ 3% でした。これが 5% になって 8% になって、今や 10% です。家を1軒建てようと思うと、建て売り住宅買おうと思うと、消費税だけで何百万円もお金が必要なんです。あなたは、あなたの配偶者は今の勤務先に定年まで間違いなく勤められる確信を持てるでしょうか？定年まで勤めたら1000万円単位で退職金を受け取れる自信があるでしょうか？転職をしても給料は下がらない断言できるでしょうか？自営業の方、経営者の方、今と同じ金額の売り上げを向こう何十年間立てられる自信を持って言えるでしょうか？今日本では終身雇用がかなり破壊されてます。景気も全然良くなりません。こんな状況では怖くて住宅ローンが組めない、希望の金額がローンの審査に通らない、こういうことが今よく起きているんです。結果として今、30年前と比べると家の面積、土地の面積かなり小さくなってます。今池をご通行中のあなた、ご家族とお子さんとお孫さんとどこで過ごす時間が長いでしょうか？ご自宅っていう方が多いんじゃないんでしょうか？この私たちにとって長い時間も過ごす大切な住まいの環境が今すごく悪くなっているんです。今行きをご通行中のあなた、もしかしたら一戸建て持ち家は考えていない、ずっと賃貸でいい、こんなふうにお考えの方もいるかもしれません。でも名古屋では今ファミリータイプの賃貸住宅の賃料、15年前と比べると1万5千円ほど上がっているんだそうです。場所によっては2万円近く上がっているそうです。今から家族が増えたから新しい賃貸住宅に引っ越そうとすると、高い家賃のところに引っ越すしかありません。物価は高い、日用品は高い、食料品は高い、ガソリンも光熱費も家も高い。なんでこんな状況になるまで政治家が手を打ってこなかったんでしょう。なんで政治家はこの状況で増税なんですか。なんで政治家はこの状況で個人にお金を出し増税メガネなんてあだ名がつくようなことばかりするんでしょうか。なんで政治家は私たちがやってほしいことをやらずに、やってほしくないことばかり次から次へとやってくるんでしょうか。参政党はこう思います。政治家が日本のことを好きではない、政治家が日本を大切にしない、
政治家が日本を大事にしようと思っていない。だからです。なんでこんな政治家が出てくるのか。政治家が日本を好きになるような教育を受けてきていないからです。だから参政党は教育を変えたい。参政党は教育を何とかしたいんです。教育を変えて子供たちが日本のことを好きになる、日本を大切に思う、日本を大事にしようと考える、こういうふうになればやがてこの子供たちの中から好きな日本を良くしよう、そのために頑張ろう、こう考える政治家、官僚が出てくるんです。同じように考える会社員も公務員も自営業者も経営者も主婦の方も農家の方も生まれてくるんです。こういった方が一致団結して一丸となって好きな日本を良くしよう。ありがとうございます。応援ありがとうございます。こういった方が一致団結して一丸となって好きな日本を良くしよう、そのために頑張ろうってなれば必ず日本は良くなります。政治に参加すると書いて参政党、参政党は本気で心底そう信じています。だから参政党は教育を変えたい。教育を参政党は何とかしたいんです。